タの大冒険。ある日キンタが歩いていると、美しいお姫様が逃げてきた。悪い人にね、今追われているぞ。お願いキンタ守って。キンタ守ってしかしキンタは喧嘩が弱く、友達とやっても負けてしまう。ワノ国自信のないキンタくん、喧嘩はいつも負けが多い。キンタ負けが多いやがて悪人がやってきた。身の丈2メートルもある男。キンタと悪人の大決戦。キンタ負けるなとお姫様。キンタ負けるな。悪人はキンタに襲いかかる。キンタは思わず飛び抜いた。あそこにあったのは大きな木。その周りをキンタはぐるぐる回り出す。キンタ回った。悪人はいつか目を覚まし、その隙にお姫様と逃げ出した。お姫様の美しさにキンタ君目をパチパチまた叩いた。キンタ叩いた。しばらく行くと二人はお腹の空いたのに気がついた。そう見るとマスカットの木が生えている。キンタはナイフで切ったとさ。キンタマスカットナイフで切る。お腹の膨れた二人はさらに安全なマカオにこのにした。行けどもマカオは見えず、お姫様はイライラしてキンタに聞いた。ねえキンタまだ。キンタまだ。そうしているうちに二人はやっとのことでマカオに着いた。キンタのお姫様はマカオに着いた。やっとのことでマカオに着いた。キンタマカオに着く。さすマカオに着いたキンタくん、知り合いのビルを訪ねたとさ。お姫様はそのビルを見て言ったとさ。まあキンタ割とマシなビルね。まあキンタマシなビル、キンタマシなビル、キンタマシなビル、かわいそう。中に入ると誰もいない。伝言板から一言書いてある。旦那さんから帰宅へのことづけで、キンタ待つ神田と書いてある。キンタ待つ神田、キンタ待つ神田、キンタ待つ神田。ご存知キンタの大冒険、これから先はどうなるか。またの機会をごひきに。それでは皆さん、さよう。キンタ。これいつまでやってんだよ。え、まだ終わんねえよ。いや、早く割れよ、いいから。早く割れっていいから。割れって。